警察庁は本事件の犯人を愛知県ぬかた郡生まれ名古屋高等病院研修医秋山博士28歳と断定し全国に指名手配をしました。警告状。新幹線構外を解決するため、1、走行中の騒音を60フォン音以下に落とせ。2、振動を毎秒 0.6 ミリに抑えよ。3、市街地のスピードを時速70キロ以下にせよ。あなた、人が変わったみたい。線路の両側に病院をよく休んで、どこへ出かけてるの。以上の要求を直ちに実行しない場合は10日後に新幹線を破壊する。新幹線破壊とは何だ。列車転覆かもしれん。時速200キロの光がひっくり返ってみろ。飛行機が落ちたと同じだ。総裁にお話ししたいことがあるんですが。大胆だな。こんなところ生きたら捕まるぞ。あと6日、広い東京だ。1000万の人間だ。コロナから秋山を探し出せるかどうか、これからが勝負ですね。成功して忘れないわ。では総裁、あんたは4日後に新幹線が破壊されても構わんというんですか。秋山君、ブルドーザーは包囲されて運転できない。計画の実行を諦めて出てきたらどうだ。